どうも、世界100億人の数少ないからこのようにさ、おはようございます。ハロー、ミシです、はい、11月15日の朝でございます。朝です。天気が良くて、はい、パチンコ日和です。ですね、はい、最高の気分だよ、うんうん、今日はね、昨日シニフォギアが25回以上回った、店を朝から打ちに行きたいと思います。はい、ぜひ、うん、今日は特定日なんでね、うん、はい、昨日全然特定日でもないのに全然あのシンフォギアもめちゃくちゃ回るし、他の台も結構クリア空いてて、うん、これ以上いい調整してくれるのかと、そんなお店あるのかっていうのをねちょっと思いつつも、はい、うん、行きたいなと思います。はい、楽しみだな。非常に楽しいですね、うん、はい、僕ね、5つの目標をね YouTube でも冒頭に出したんですけど掲げてて、うん、今年間収支は360万という目標を出してて、うん、まあ、今のところ140万で140日、うん、だから150日で、まあ、30万ずついけば150万なんで、うん、まあ、ちょうどトントンぐらい、トントン達成できるかぐらいのペースなんですよね。ほう、はい、うん、一人でやったりとか、二人で合算で OK だよ。あ、そっかそっか、はい、もう何を使ってもっていうふうに僕が思ってるので、はい、はい、だからね、なんとかそこを早めにね、もうクリアしちゃってね、うん、最後沖縄はね、まあ、パチンコを多分打てる状況じゃないし、あ、打てたとしてもね、楽しみたいじゃないですか、沖縄は。まあな、うん、うん、早くそこの目標をね、もう早めにクリアできるように頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ一緒に17、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 17
美ら海水族館の曲です。あ、そうなんですね、うん、はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きます。です。どうも、今日の結果報告です。はい、ね、かなこちゃん最高だったよ今日は。ね、今日朝から太鼓打って、でその後シンフォギア打ったんですけど、シンフォギアがね、もうクッソ出た、もうめちゃくちゃ出た、もうね、たまんなかったね。もう僕だけの代でも22連ぐらいして表記2万超え、ね、最高だよ、たまらなかったよ。もう女性言うてずっとたまんなかったね、あれは。で結果ね、みんなが気になる、もう僕すげえテンション高い、もうなんか今明らかにテンション低いやついるけれども、テンション高いのは今日収支がなんとプラス10万プラス10万、2日続けてプラス10万、おいどうしたの今日、10万勝ったじゃん、嬉しいじゃん、しかも2日連続ね、期待時給も1600円多分超えてるよ、23回待ってたし、シンフォも最高や。僕も途中までそうだったんですよ。いや、今日いい働きぶり、今日もいい働きぶりしたな、期待時給まあまあいい台取って、うん、1600円ぐらいありますかね、お、いい気持ちで帰ろうかなと思ってたま、ね、流した時に帰り通り道通ったら、うん、とんでもない台を見つけちゃったんですよ。とんでもない台を、大海スペシャル4、うん、ちょっと釘出してください、釘ここら辺に、あ、はとこな、はとこな、まあちょっとセンターまで打ったんですけど、うん、ベース29あります、それ、うん、と僕見た中でも今まで見たら一番いい釘です、大海フォーで、はあ、とんでもないお宝台が落ちてたんですよ。期待時給どのぐらいなのそれ。期待時給3500円ぐらいありますよ。それは僕は完全に見落としてました、朝1から並んだにもかかわらず、はあ、それをシャーシャーとね、あ、今日はいい台ありませんねみたいなこと書いてました、ツイッターで。あったよあったよ、なんで気づかなかっただけだよ俺が。それでテンション低いの、最悪、最悪、もう今日勝ったのに負けた気持ちですもん完全に。あんな見なきゃよかったマジで。やらかした本当に。途中でなんかね、うん、あの俺がシンフォン映ってきて、でなんだ終わり際ぐらいになんか海の方ちょろちょろと歩いて行って、
なんかパッて帰ってきたと思ったら、西村さんとか言って、大見のこっちの台の方見てください見てくださいっつって、何と思って見に行ったらバカみたいに開いてて、ゲーセンか温泉にあるもうパチンコ台ぐらいな開き方ですよ、うん、絶対素人見ても誰でも分かるぐらいの開き方です。あ、めちゃくちゃ開いてたね、あれね、うん、確かにあれはもったいない。でへそじゃないね、うん、ところ別にマイナス調整ないし、うん、そこ僕はね、もうね、一パチの島だと思ってたんですよね、なぜか。ドル箱の量が違うからかな。ドル箱の量がね、3種類ぐらい量が違うのってやって、ちょっとね、一パチの…まあ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 。本当に打ちたかった。あの高架天台の海を打てたらどんだけ。いや、本当そうだよな。めちゃくちゃ稼げたわけだもんね。期待時給的にはね、まあ、ね、まあ、今日引退します。引退するの？引退します、僕。まあ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 、それを見落とすってね。まあでもね、収穫じゃないですか。ね、今日特定日だったわけだよね。はい、うん、特定日の日にはちゃんと開けてくるってことだよね。プラス考えれば。明らかにもね、なんか店員さんが鉢巻き巻いて、なんか。ねえ、いつもやってない中性方法を始めたりだとかして、うん、頑張ってるのになんじゃこれって思ったけど、だからね、やったりだとかやってたね、うん、なんかね、あのコスプレしたね姉ちゃん来たりとかね、うん、何をなんでちゃんと見とかないんだよ。まあ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 、いいじゃない、今日はいいですね、ね、10万買ってっから素人はこれだから幸せだよ。見落としたの君だ。興味あるまじきですよ。うん、しょうがねえよ、はい、明日見に行こう。一応明日負けてるわけないでしょう。さすがにはないか、さすがにねえよな、そんなにいいだろう、って言ってね、午後から行ったらまた空いてて、俺なんで朝一から来ないんだよ。なんで朝一から見に行かないんだよって言いたくないですからね。そうね、だってさ、今日まで海見なかったってことでしょ、空気、うん、ワンチャンじゃない。そうですね、まあもしかしたらだけどね、小さい可能性だけどね、はい、うん、もうね、後悔してもしょうがないですよ、失敗は失敗、もうしないように今後するだけ、うん、はいはい、そんな感じですかね、今日は。はい、そんな感じです、うん、はい、今日10万買ったっていうのと、海のへそが死ぬほど愛したっていう、そんな話でしたね。そんななんかまあいいや。はい、バイバーイ、はい、バイバイ。チャンネル登録してね。